ギュンターベック・シュタインギュンターベック・シュタインはドイツの政治家。所属政党はキリスト教社会同盟。2007年10月から2008年10月までバイエルン州首相を務めた。バイエルン州、ヘルスブルック生まれ。ニュルンベルクのギムナジウムを卒業し、エアランゲンニュルンベルク大学、ついでミュンヘン大学で法学を学ぶ。在学中にエシウの青年団組織、 ユンゲユニオンに加入。1971年に法律事務所を開業。1973年に結婚し3次を設ける。同年、チュノ・ニュルンベルクフィールト地区代表に就任。1974年、バイエルン州議会選挙に、シエシウから出馬し初当選。以後三十年以上にわたってその議席を維持し続けている。1975年、 刑法に関する論文で、エアランゲン・ニュルンベルク大学より、法学博士号を授与される。1978年にシエシウのニュルンベルクフィールと、シュバーバッハク副代表に就任。1980年、シエシウ州警察委員会委員長。1987年、ニュルンベルク市長選挙に出馬するが、ドイツ社会民主党の候補に敗れる。 1988年、シエシ衆州議会議員団副団長、同年バイエルン州内務省政務次官に就任。1993年6月17日、バイエルン州首相に就任したエドムント・シュトイバーにより、バイエルン州内務大臣に任命される。この後14年にわたる、シュトイバー内閣で一貫して、内省を務める。2001年から、 バイエルン州副首相を兼任。2005年9月のドイツ連邦議会選挙の結果、発足するアンゲラ・メルケル内閣に、シュトイバーが入閣する予定だったため、その後継の州首相として、ベックシュタインと州首相府長官のエルビン・フーバーが浮上し、両者の間で、シエシウ幹事会による決選投票が行われるはずだったが、シュトイバーが、 メルケル内閣への入閣を急に辞退したため、この話は立ち消えになった。シエシウ党内のシュトイバーへの不満が高まると、シュトイバーは2007年1月に、州首相とシエシウ党首の職を辞任すると表明。シエシウ衆議会幹事会は6月に、ベックシュタインを後継州首相候補に、決定、10月9日に、衆議会での投票で正式に選出された。 一方、シエシウートークビノザは、フーバーのものとなった。州首相に就任したベックシュタインの最初の外遊先は、地元バイエルン出身のローマ教皇ベネディクト16世の、いる、ローマ教皇長であった。なお、ベックシュタイン自身は、バイエルン福音ルター派教会に属する、ルター派プロテスタントである。 就任から1年後、2008年9月28日のバイエルン州議会選挙でシエシウが単独過半数を割り込む大敗を起死した責任を取り、州首相を辞任した。2013年のバイエルン州議会選挙に出馬せず、政界を引退した。ベックシュタインは14年にわたり、バイエルン州内相を務めた。本来は一地方政治家であるが、その名は、 ドイツ全体に比較的よく知られている。それは、スピードと、同盟90、緑の党の連立政権だった、連邦政府の施策に、真っ向から反対する、樹木をそば立てる主張を彼がしていたからに他ならない。内省として、治安維持と在留外国人の管理を干渉していたが、彼の反対者にとってそれは、監視社会と外国人敵視政策と移るものである。 一方彼の支持者は彼が内省だったおかげでバイエルンの治安は良くなったと主張している。ベックシュタインは世界的な対テロ戦争の世相の中で移民の受け入れ条件を厳しく制限しテロ容疑者は本国に強制送還するべきと主張。またビデオによる監視や犯罪者に対する生態認証 DNA 鑑定の強化を主張し、また 治安問題に対処すべく、ドイツ連邦軍の出動を主張する。さらには凶悪犯のみでなく、市街地での落書きや窃盗犯に対して、刑を強化すべき、暴力的なコンピューターゲームは禁止すべき、インターネット上の操作監視を行い、特別、凶悪犯のための、教化書を設立すべきと主張している。実際のところは、彼の主張は、同時期に、 連邦政府内省だったスピードの夫シリーとの共通点もあり、シエシウを呼び、キリスト教民主同盟のシンボルカラーである黒になぞらえ、ベックシュタインをシリーの黒い双子と呼ぶ冗談もあった。ベックシュタインは政治活動に加えて、福音主義教会と福音主義青年信徒運動の活動にも関与している。1996年以来、 バイエルン福音ルター派協会の総会大議員を務めている。2009年にはバイエルン福音ルター派協会が加盟しているドイツ福音主義協会の総会議長選挙に立候補したが同盟90、緑の党所属の連邦議会議員カトリン、ゲーリングエッカルトに敗れてしまった。その後、ベックシュタインは圧倒的な支持票を得て、 ドイツ福音主義協会総会副議長に選出されている。彼は州及び全国レベルにおいても福音主義協会の有力信徒として活動を続けている。ありがとうございます。